はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、5月30日登場、イチローセレクションについての動画撮っていきます。はい、というわけで5月27日の18時に30日からのイチローセレクションが電撃告知されました。で、現在はね、まだセリーグの動画しか出てないんですが、まあ、今日か明日ぐらいにはね、パリーグの動画もね、出てくるんじゃないかなと思います。というわけでね、今回の動画ではまずは、今回のイチローセレクションのガチャシステムやイベントの予想をして、その後に、今回登場する13名の能力予想っていうところをやっていこうと思います。というわけでまずは、イチローセレクションのイベントガチャシステム予想やっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではイチローセレクションのガチャイベント予想やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずはイチローセレクションのガチャイベント予想やっていきましょう。というわけで今回のイチローセレクションに関しては、イチローさんが選んだ12名の選手プラスイチローさん本人の13名が登場してきます。というわけでね、前回の2022年のねイチローセレクションに関してはイチローさんが選んだ12名のみでね、本人の登場はなかったんですが、今回はイチローさん本人も登場してきますと。で、前回がねイチローセレクションでイチローさんの登場がなかったっていうのはね、その年の年度末にあったサムライジャパン2006-2009のね、2009の方でイチローさんをねもう出したいっていうのがねコナミさん側にあったのかなっていうところがあってね、まあ、登場してこなかったのかなと思いますが、まあ今回に関してはね、まあシリーズ1っていうところもありますし、まあ侍でねイチローさんが登場してくることもねないかなっていうところも含めてね、今回はイチローさんを含めた13名でのね開催となったんじゃないかなと思います。で、一応ねセレクションっていうところもそうですし、まあそもそもね13名でオリックスがね2人登場するっていうところも含めて、ガチャ形式に関してはね、今来てる TS2 弾みたいに自チーム確定がなくて、まあいつも通りのねセレクションと同じ30連目60連目90連目が TS 一郎セレクションの選手確定で、90連以内は確定外で S 引いたら 30%、 100連目以降は 100% で一郎セレクションっていうガチャシステムで、ね、登場してくるんじゃないかなと思います。で、ミキサーに関してもねおそらく開催されると思って、でこれに関してはねいつも通りの5人ミキサーでね登場してくるんじゃないかなと思います。で、イベントに関してはね今必勝アリーナが来てるというところで、まあおそらくねランキングイベントっていうのはね来ないんじゃないかなと思います。で、これがなんでかっていうとね、もしこの後ね一郎セレクションでランキングをやった場合、ランキング2週連続開催になるんですよね。で、過去にランキングの2週連続開催っていうのはなかったですし、まあ、一応ね2021年の OB 3弾からマー君セレクションっていうね OB 連続開催はあったんですが、その時はね OB 第3弾がバッティングトラベラー、マー君セレクションがエージェント S っていう感じでね、マー君セレクションの方にはランキングがありませんでした。というわけでね、まあ、今回に関しても必勝アリーナからのランキングイベントっていうのはね可能性低いかなと思うので、まあイベントとして来るならまあスターロードとか、あとはね一郎さんの時は、ね結構対決カーニバルがね開催されてたんで、まあ、今回のねイチローセレクションに関してはスターロードか対決カーニバルのねどちらかが来るんじゃないかなと思います。で、もしねランキングイベントをね史上初2週連続開催ってする場合は、まあおそらくねメンバー的にも、まあ、ガチャシステム的にもね、こういう必勝アリーナとかバッティングトラベラーとかっていう形式の方じゃなくて、応援団、ネットスタジアム、ターニングポイント、プロスピヒーローズのね選手ボーナスありのランキングイベントが登場してくると思います。で、そうなった時にね一番来てないのがヒーローズなんで、まあランキングイベントがね今回開催されるのであればヒーローズが登場してくると思います。で、結構ねシリーズ2のセレクションと違ってね、シリーズ1のセレクションっていうところは累計にね契約書がないっていうところをね結構想像する方もいるかなと思いますが、まあ、今回のねイチローセレクションに関してはスピリッツがねプラス100されずに、シリーズ1の通常 S ランクと同じスピリッツ4600で登場することが確定しています。というところでね、まあスピリッツがねプラス100されてないんで、おそらくね今回は累計があると思います。で、なんならね去年の夏のヒーローセレクションに関してはスピプラス100されたねセレクション選手に史上初無料10連があったというところでね、まあこれに関してもね、まあ、ある意味累計とで捉えることもできるかなと思うので、こういうねコラボ系のセレクションに関してはね、もしかしたらね今後はずっとね累計があるっていう可能性もあるかなと思いますし、まあ、そもそもねスピが100上がってないっていうところも含めてね、今回のイチローセレクションに関してはイベント累計に S ランク契約書があると思います。はい、というわけでここからはイチローセレクション13名の能力予想やっていきましょう。というわけでまずは阪神今岡さんです。というわけでね、今岡さんに関しては写真的にね2003年ないしは2004年でのね登場が固いかなと思います。で、まあおそらくねいろんな写真を見た感じだと去年登場したね2003年さてでのね登場が一番濃厚かなと思います。というわけで、ね、能力としては弾道アーティストの完全ミート型で登場してくることが濃厚です。で、守備能力はこんな感じで、セカンド C の守備身長で登場してくると思います。
います。で、特殊能力は超流し打ちアーチスタービヒとなります。というわけで、まあ今岡さんに関してはね、まあ打撃系に関しては、ね、2005年の方が圧倒的に強いんですが、守備に置くなら2005年より2003年の方が強い状況となっております。というわけでね、まあセカンドにね置きたい方に関してはね、2003年の方がねいいかなと思いますし、打撃にね全振りしたいっていう方はね2005年の方がいいっていうかなと思うんですが、まあ今回の写真を見てるとね、腕のワッペンとかね装飾品とかも含めてね、まあおそらく2003年での登場が堅いんじゃないかなと思います。まあただね、2004年で登場してきた場合は138試合出場で打率が3割6厘ホームラン28本、打点が83、盗塁0、安打175というところでね、打率がちょっと落ちてホームランが倍以上になってるっていうところをね考慮すると、デフォルトミパ同値とかね、小5でミパ同値とかっていうね範囲になるかなと思うので、まあできればね2004年査定で登場してほしいなと思うんですが、まあ今回の写真でね2003年って思うね、一番わかりやすいところで言うと、右腕にね上司のロゴマークがないんですよね。で一応ね阪神の公式にはね右腕の上司マークは2005年って書いてたんですが、まあ2004年のね阪神の映像を見た感じ、右腕にね上司のワッペンがねあったんで、まあおそらくね今回の写真上司のロゴがないんで、2003年査定っていうのがね濃厚なんじゃないかなと思います。続いて広島新井さんです。だけど新井さんに関しては写真的にもともと OB とか TSA 登場していた2005年査定での登場が濃厚です。だけど能力の方が弾道ラインドライブで完全パワー型となってます。で一応ね小5でミパエ同値は狙えます。で守備能力はこんな感じ、サードメインなんですがファースト適正の方が高いです。で特殊能力が超広角ライドラ連発というところで、侍だとね連発が大事だったんで結構ねリアタリー使いやすいって言われてたんですが、まあおそらくねここに関してはねこの2005年のね連発に戻って登場してくる可能性が高いんじゃないかなと思います。続いて横浜鈴木さんです。鈴木さんは写真的に1998年査定のまま登場が濃厚かなと思います。だけど能力が弾道ラインドライブの完全ミート型となってます。で守備能力はこんな感じで、レフトメインでね守備適正オールなんですが、レフトに関してはね E49 なんで特殊で D にできます。まあ、ただね守備慎重となっております。で特殊能力は超アブレージヒッターチャンス逆境となってます。というわけで、まあ今回ね梶谷さんが TS2 段で登場してねランキングが知ってる方に関してはね、もう梶谷さんの方をね最後まで走り切ってね獲得しに行こうがいいんじゃないかなと思います。続いて巨人桑田さんです。だけどね今回のね桑田さんに関しては査定年度が変更されると思います。でなんでね査定年度が変更されるって思うかというと、おそらくねこの写真に関しては1994年の 10.8 決戦で、 10.8 決戦をね何か知らない方はねググってもらえればいいかなと思うんですが、まあ、簡単に説明すると1994年に関しては中日と巨人が優勝争いを繰り広げてて、結局ね両者譲らずに最終戦までもつれ込んだんですよね。でその最終戦のカードがなんと中日対巨人というところで、まあ、ある意味中日と巨人がお互いマジック1の状態で最終戦でぶつかり合って勝った方が優勝っていうゲームがねこの 10.8 決戦となってるんですが、この時にね巨人が取った行動としては先発3本柱の斉藤さんが先発、牧原さんが中継ぎ、そしてこの桑田さんが抑えというね起用で最後ね巨人が優勝したっていうのがねこの 10.8 決戦なんですが、まあ、この写真に関してはねその 10.8 決戦で最後桑田さんが抑えた時のねガッツポーズの写真となってます。で過去のね TS 桑田さんとかセレクション桑田さんに関しては1989年査定で登場していました。だけど、ね、まあここがねおそらく89年査定じゃなくて94年査定で登場してくると思います。だけどね94年の桑田さんの成績が28登板で14勝11敗1セーブ、防御率が 2.52、 投球回が 207.1 回、そして奪三振が185となってます。だけどね、まあ、1989年から比べるとね、まあ、若干能力は下がる可能性あるかなと思いますが、まあ、もしかしたらオール A 同値っていうのがね狙える圏内で登場してくる可能性っていうのもあるんじゃないかなと思います。でさらに最終戦で抑えをやったっていうところも考慮すると、もしかしたらね抑え適正 F ぐらいつく可能性はあるんじゃないかなと思います。続いてヤクルト伊藤さんです。だけどねこの伊藤さんに関しても査定年度が変更される可能性のある選手かなと思います。でそれがなんでかっていうとね、過去3年間の TS のグローブがね全て赤色で登場していました。に対してね今回黒色で登場しています。で今回のね一郎セレクションと同じ写真っていうのはね見つからなかったんですが、1997年の伊藤さんの写真で黒のねグローブを使ってる写真があって、今回の写真のね黒のグローブとほぼ同じ感じかなっていうのはねあったんで、まあおそらくね伊藤さんに関しては1997年で登場してくる可能性はあるんじゃないかなと思います。まあ、ただねその時だけね黒のグローブ使ってたっていう可能性もね捨てきれないかなと思うので、まあもしかしたらね過去に TS で登場していたこのね1993年査定がね登場してくる可能性っていうのはあるかなと思います。でもしね1997年査定でね今回登場してきた場合は34投まで7勝2敗19セーブ、防御率が 1.52
1.51、 投球回が 47.2、 奪三振が53となります。というわけでね、この年はねセットアッパーとかね抑えで登板してたことが多かったっていうところで、まあおそらくねメイン適性が先発じゃなくて中継ぎないしは抑えで登場してくると思います。まあ、ただねその前年とかに先発でね登板してたりはするんで、まあおそらくね先発適性が消えるっていうことはないかなと思うので、先発適性が、まあ、限界突破3回4回ぐらいで可能の CD 適性ぐらいになって、中継ぎ抑えがね S で登場してくる可能性があるかなと思います。で能力的には投球回がねリリーフに回ってるっていうところでね減ってるんで、まあ、スタミナ A は切ってで、フォアボール数がね、減ってるっていうところがあるんで、まあ、もしかしたら、球威制球同値がね、狙い抜けないで、スタミナが下がるっていう可能性はあるんじゃないかなと思います。続いて、中日大塚さんでしたけれど、大塚さんに関しては、過去にね、日本代表で登場はしてるんですが、まあ、この時に関してはね、2005年査定というところで、メジャーでの成績をね、反映させたものが登場していました。で、中日に関してはね、2003年のみの在籍というところで、大塚さんがね、今回登場してくるのは2003年の成績となります。で、その時の成績が51登板で1勝3敗17セーブ、防御率が 2.09、 投球回が43の奪三振が56となります。だけどね、まあ、過去に登場していた中日版の能力よりはどちらかというとね、この近鉄版に近い能力で、かつね制球が B ぐらいに、ね、なって登場してくる可能性っていうのが高いんじゃないかなと思います。で、まあ球種に関しても、ね、おそらくねこれぐらいのね球種で登場してくるんじゃないかなと思います。続いてオリックス中島さんでしたけどね、中島さんに関しては写真的におそらく TS で登場していた1990年査定で登場してくると思います。だけどね能力の方が弾道中弾道で小5で全道値狙えるこの能力で登場してくると思います。で守備能力はこんな感じでキャッチャー適性のみの片 S で登場してくると思います。で特殊能力は超捕手逆境強肩というところでね、まあやっぱりねリアタイ向きではないかなと思います。続いてロッテ堀選手でしたけど、堀選手に関しては写真を見た感じ2003年のものかなと思うので、まあ、前回査定年度変更されて登場していたこのセカンド版かなと思います。で能力のが弾道ラインドライブでデフォルトでミッパ同値で登場してくると思います。で守備能力はこんな感じで突入以上にすればセカンドサード外野が可能となります。で特殊能力は超チャンス広角さよなら男というわけで、まあ、今回ね新井さんが広角ライドラでいますが、まあ、セカンドのね広角ライドラが欲しいっていう方に関してはね獲得しに行くっていう方もいるんじゃないかなと思います。続いてソフトバンク斉藤さんですが、斉藤さんに関してはね写真的に過去にダルセレや TS で登場していた2006年査定で登場してくると思います。だけど能力の方がデフォルトで9位スタミナ A 同値の小5でオール A が狙える能力で登場してくると思います。で投石者は先発のみで、球種に関してはね去年の TS とかダルセレとかと同じでフォーク2種で登場してくると思います。で特殊能力もねおそらくね超奪三振切る対強打者のまま登場してくるんじゃないかなと思います。だけどねダルセレとか TS とかでね取れてなかったソフトバンク純正はね獲得したい方も多いんじゃないかなと思います。続いて楽天今井さんですが、今井さんに関しては2年前の訂正登場していた2018年査定の楽天版での登場は濃厚かなと思います。だけど能力の方が弾道ラインドライブで小5でミッパ同値が狙えます。で守備適性はファーストメインですが、サード適性の方が高くて守備積極です。で特殊能力が超ライドラチャンス対左投手となってます。だけど、ね、まあ、楽天純正でねサードに困ってる方なんかね獲得する価値あるんじゃないかなと思います。続いて西武松井和夫選手です。だけど松井さんに関してはね今回のイチローセレクションとね全く同じ写真が見つかって、それがね2002年に撮影されたというところで、過去に TS で登場していた2002年査定のね松井和夫さんが登場してくると思います。というわけで能力の方が弾道高弾道で小号で未走 A 同値が狙えます。で守備能力はこんな感じでショート適性のみの特殊で片 S が狙えます。で特殊能力に関しては、ね、2年前登場した時に盗塁がね阿部比に変わって強化されたっていうところがあって、まあその時点でね一応打撃系の特殊能力に全て変わったんで、まあおそらくねこのまま登場してくるんじゃないかなと思います。松井さんに関してはね、まあ、ちょうど話題にもなってますが休養にね入ったっていうところでね、まあ、もしねこのまま解任された場合はおそらくね来年は OB 対象になる可能性があるんでね、松井和夫さんね今回取り逃すと次回松井和夫さんを獲得できるのは1年半後で、そこでね楽天版が登場した場合西武版は2年半後っていうことになるんでね、西武版の松井和夫さんが欲しい方はね今回のイチローセレクションでね獲得しておいた方がいいと思います。続いて日本ハム稲葉さんでしたけど、稲葉さんに関してはねこの間 OB で登場していた2007年のね日本ハム版がそのまま登場してくると思います。だけどね能力が弾道ラインドライブで完全ミート型のデフォルトでミート A で登場してくると思います。で守備能力はこんな感じでライト B の裏捨て高い守備積極となってます。で特殊能力は超ラインドライブ片道初球で登場してくると思います。だけどね、まあ、この稲葉さんに関してはね直近で出たばっかっていうところもあるんでね、まあ、そこで取ったっていう方はね無理する必要ないかなと思いますが、稲葉さんに関してはね広角内にしろ弾道ライドラで表
のね、ミパも高いですし、守備能力も高くて守備積極っていうとこなんでね、稲葉さん欲しい方は獲得しに行く価値あるかなと思います。さあそして最後イチローさんですが、イチローさんに関しては今回1995年査定での登場が発表されました。で実はね、1995年に関しては130試合出場で打率が3割4分2厘、ホームラン25本、打点が80、盗塁が49、安打が179となってます。というわけで今回の1995年査定に関してはね、ホームランに関してはキャリアハイとなっております。でさらにね、実はこの年に関しては首位打者、打点王、盗塁王、最多安打、最高出塁率の5冠を獲得しております。というわけでね、 NPB の成績でイチローさんを出すならね、おそらく今回の1995年査定っていうのがね、ゲーム的に一番強い能力で登場してくるんじゃないかなと思います。というわけでね、1995年のイチローさんに関してはホームラン25本打ってるっていうところも含めてね、能力の方は弾道ラインドライブでミートから87、77、87とかでね、登場してくる可能性っていうのはあるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は30日登場イチローセレクションについての動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まさかのね、 TS が2段連続登場っていうところはね、驚きましたし、まあ、まさかのね、今岡さんが2年連続 TS 登場っていうところもね、驚きました。まあ、ただね、こうやってね、見ていくと、実はね、今回のイチローセレクションって実はね、全員既存選手なんですよね。まあ、一応ね、大塚さんが中日時代の査定で登場したことなかったり、桑田さんと伊藤さんが査定年度変更される可能性があるっていうところはありますが、まあ、実はね、今回の13名全員既存選手、かつ、2022年シリーズ以降にね、登場してる選手ばっかっていうところでね、今までのね、コラボセレクション系に比べると限界突破しやすい選手っていうのもね、多いんじゃないかなと思います。だけどもしよければ今回のイチローセレクションで皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。